行中感染症は、行中により人に寄生し感染する疾患である。一般的によくある症状は、肛門周囲のかゆみである。このかゆみにより睡眠が困難になることがある。中卵を塩化してから、新たな中卵が肛門周辺に現れるのは4から8週間後である。一部の人は感染しても症状が出ない人もいる。行中感染症は、 幼中の卵により人に拡散される。中卵は、肛門周辺で初期発生し、最大3週間その環境で生存できる。汚染された手や、食品や物などにより、中卵を飲み込むことになる。これらのリスクがあるのは学校に通う人、医療介護施設、または刑務所に住んでる人、または感染者の介護をしている人である。この感染症は、 その他の動物によっては拡散されない。診断は1センチほどの行中の発見、または顕微鏡で見られる中乱である。一般的な治療は、メベンダゾール、ピランテル、またはアルベンダゾールの2週間おきの2度の服用である。感染患者と暮らしている人、または介護している人も同時に治療すべきである。薬の服用後は、死没の熱湯洗浄が進められる。 正しい手洗い、毎朝の入浴、日々の下着の着替えにより再感染の予防ができる。行中感染症は世界各地で一般的に見られる感染症であり、先進国でもよく見られる先中感染症である。学校に通う年齢の子供の感染が最も一般的である。米国では約20%の人が一度は感染したことがある。 感染リスクの高い団体の感染率は50%である。この感染症は重度の病気ではない。行中は歴史を通し人に影響を与えてきたと信じられる。ありがとうございます。